はい、ウジェでございます。コルグモノローグ来ましたよ。これもう見てください、このかっこよさ。もうね、このね、色がね、まずね、私この好きなこの感じなんですけど、ここのね、ウッド、リアルウッドがちゃんといますよね。これ見てね、おっと思った人もいると思うんだけど、ミニローグね、ミュージックトラックでもミニローグやりましたけど、ミニローグがあれ4音ポリフォニックのね、ポリシンセでしたけども、アナログでしたけども、今回はそれがモノになって、非常にリーズナブルな値段にもなって、しかも先進の機能がいっぱい入って、ね、モノフォニックアナログシンセサイザーとしてね、この形に仕上がりました。素晴らしいじゃないですか。音がね、もうさすがアナログだよね、もうね。もう本当にね、いいです。惚れ惚れするぐらいいいです。今これダイヤル動かしました。ここでね、音色を切り替えるんだけど、全部で80音色入ってて、まあ20ね、ユーザーエリアがありますけど、このアナログ感、これよ、これじゃなきゃいかんね。これね、ミニローグの時からこのピッチベンドホイールっていうかね、このホイール、ここでいろんなことができるんですけど、この斜めのこのバネの感じがね、とても良いですね。で、おなじみのこのオシロスコープ。素晴らしいじゃないの。フィルターの切れがもう最高。でここでね、おっと思った人もいると思うんだけど、ここがね、まあシーケンサーバッチリですね。オンになってるとかになりますね。もちろん録音できます。でこのモーションっていうのをやるとね、この動きをこう見て、入ってますね、見事にね。スライドだとこのスライド入れたところはスライドかかりますね。ご機嫌ですね、バッチリです。もうね、非常に過激な音色軍団がいますね。このね、ぶっといこの音、
ね、ミニ剣ですけどね、バッチリ気がするね。このミニ剣のね、このスケールがポイントでね、このミから始まってミで終わってんだよ。これ実はね、まあ、シンスベースやる人はもうこれ非常に良いんだけど、もう E のローがここでもう出せる。これいいね。ミから始まってミで終わってっていうのはね、もちろんオクターブの切り替えはここでできますね。バッチリです。で、このドライブ、これが効いてるね。こう絶妙ね、歪み感が出てくる。ドライブ目いっぱいにするとね、このカットオフ目いっぱいオープンでも、いい感じになるね。さあ、じゃあパネル見てみましょうか。シフトをしてプレイを押すとね、パネルボイスになるんですけど、 VCO がこうね、 VCO の1と22つあります。でそこでミキシングこうするわけですけど、じゃあ VCO1 だけにしてみようか。VCO1、 これノコギリ波ですね。三角波、三角波がいい音してるね。クケ波で、それぞれの波形に対してこうシェイプがかかります。例えばノコギリ波、ノコギリ波こう出てますね、スコープで。これシェイプを動かすとこう微妙に変わってきますね。ノコギリ波がこうシェイプがね、形が変わるのいいね。もちろん三角波もおいい感じで、ね、クケ波はもちろんパルサーバーがこうかとね、なくなるも全くばいいね。ってことは 50% から 100% までいくってことだな、これ。はあ、すごいね。で、VCO の2も入れてみましょうか。で、VCO の2でも、こう、オクターブの切り替えができて、波形も、これノイズがあるね。で、ピッチ。もちろんシンクがありますね。シンク、強制的にこう、オシレーターをこう、同期しちゃう。いい感じですね。リングモジュレーター、まあ、波形同士の掛け算をして金属的な音を出すってやつですね。で、カットオフ、フィルターね、レゾナンス、すごいね、もう。で、ここでね、エンベロープジェネレーターがあるんですけど、まあ、ゲートの状態でアタックとディケイ決めたりとか、例えばこれ台形の状態でこれね、アタックとディケイ、これディケイがね、リリースの役目もしますね。
これでおっと思った人いると思うんだけど、まあ往年のこのミニモーグと一緒ですね。ディケイがリリースと、同様の役目をする。これだと、アタックとディケイのみでかかると。プラスこれ真ん中だとサスティンレベルもいると。でさらにディケイがリリースの役目をすると。この波形のこの VCF の波形で VCA の EG がどんだけかかるかと。ということだね。で次に LFO、 下の段が LFO ですね。 LFO がどういうふうにかけるかみたいな。例えばピッチにかけると、ターゲットピッチにすると、もうちょっと分かりますよね。シェイプにすると、ここで決めてたこのシェイプね、波形の形に対して LFO がかかると。ここがね、過激に変わりますね。面白いですね。でカットオフにかけるか、でそのLFOの波形ね、よくできてますね。でエディットできるの、まあつまみがこんだけあるから、まあいいんじゃないと思った人もいる、もっとできないのと思った人もいると思うんだけど、大丈夫です。エディットモードにするとね、このねフルエディットができるんだよ。ここで今これあるでしょ、プログラムエディットをしますね。そうするとここの電気がついてるところは、そのパラメーターでね、押すたびにこの例えばポルタメントのタイムとかモードとかありますね。ポルタメント、ピッチベンド、スライドに、このスライダーにピッチベンドをアサインするか、他にもあるんだよ。例えば VCO の1だけのピッチとか、いろんなことできますね。カットオフとか、まあこれは自由自在にこうアサインができるとか、あこれ面白いね、マイクロチューニング、イコールテンパル、これ平均率ですね。いろんなこうピュアメジャーとかね、ベルクマイスターとかね、こうありますけど、面白いのはこのドレミファソラシドを弾いてるにもかかわらず、こうね、このスケール名が出てますね。今ドリア、これも最高。リバース、ドリミファソラシドを弾くと反対にスケールが動く。昔ね、ジョー・ザビネルがね、ブラックマーケットでこうやってましたね、そういうのね。もちろんユーザーも、ユーザースケールを作ることができるので、ね、よくやった、素晴らしい。そして、例えばキーボード、カットオフのキートラックとか、あ例えばこうカットオフでベロシティで、おあできるね。カットオフで、ベロシティでカットオフを制御するとかね。なるほど、いろんなことができるという。名前を変えたりとかね、イニシャライズしたりとか。ちゃんとエディットモードでちゃんとフルエディットができる。シーケンスのエディットもできる。
これはよくできてますね。ということだね、これはね、で、自分で作ったものはこうやってメモリーもできると。で、プログラム面白かったので、いろいろちょっと紹介しますね。こういう音もいいですね。これシンプルなのもいいね。ここね、キートリガーホールドってあるけども、これ入れてないとずっと鳴りっぱでしょ。同じ音なんだけど、キートリガーにすると押した鍵盤からのスタートになる、このね、シーケンサーのことになると。よくできてるね。この辺がこう、よくできてる。これゲーム系ですね。素晴らしい。SE 系ね。このリズム系がいいね。良いです。何らかのね、シーケンスが組まれてるのかね、全てね。よくできてます。モノローグ、これね、ここにちゃんとシンクインアウトがついてるように、例えばボルカシリーズとかね、つなぐと完全にこのシーケンサーとボルカビーツの、例えばリズムをね、シーケンス、と一緒に同期させたりとかできますね。 もちろんミディのインアウトでしょ。やっぱ今時の感じだよね。これは USB もついててさね、オーディオインもついてて、のよくできてます。これがこの軽さですよ。これ見てよ、これ。もちろん今、おっという方もいらっしゃると思いますが、もちろん電池で動いてます。バッチリですね。今電源コードつないでませんからね。このようにね、もうすべてこう、ちゃんと出来上がっちゃってる。このサイズで、この価格で、もう値段はもちろんね、要チェックですよ、これね。すごいです。色がね、なんたってね、ゴールド、ダークブルー、ブラック、レッド、アルミニウム、シルバー。今回レッド用意しましたけど、いろんな色があります。で、もちろんこの木はね、共通なんだけど、私はね、この赤が非常に、好きでですね、今回用意させてもらったんですけど、の自分の好みで選んでもいいんじゃないですかね。という感じですね。モノローグ、素晴らしい。ぜひ、要チェック。